2021年9月1日水曜日15時になりました。第9回首都防災ウィーク特別番組、15時からの番組は防災俳句一句耐え、藤村坊陽さんです。はい、もうしばらくお待ちください。では藤村さん、よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。首都防災ウィークの中でちょっと経路の変わった、ちょっと遊んでみましょうという俳句、防災に関する俳句のクイズです。俳句をここで作るわけではありません。俳句のクイズを楽しんでみようということになっております。では、最初にですね、共有をします。はい。皆さん見えますでしょうか。首都防災ウィークで、2023年はね、関東大震災から100年、それを目指して、9年前から始まった首都防災ウィークの中で災害を俳句で考えるということの番組でございます。で、まあ、俳句、関東大震災は地震ですけれども、俳句で災害といえば、まずは野分けですね。野分けとも言いますが、台風です。まず一発目、場所から行きましょう。場所。野分けして、〇〇〇に雨を聞くよかな。この三音、漢字にしたら一字ですけどね。これ難しい漢字なんで、普段は使いません。ひらがな三字。で、ここに入れてください。できた方は、チャットに、入れていただければと思います。これも今、チャットに移しますね。チャットの方に、これを、移します。問題をチャットに移しました。皆さん、この〇〇〇、分けして〇〇〇に雨を聞くよかな。〇〇〇に雨を聞くよかな。場所。何が入るでしょう。これは有名だからね、八丁さんには、ご存知かも分かりませんが、他の方、これ今頃は随分なくなったですけどね、昭和の我々では、台風だとか言うとですね、窓を打ちつけて、そして雨の音は、ザーザー降る雨ではなくて、屋根からぽっつりぽっつり落ちてくる雨を聞くというふうな、ことも、我々の小さい頃にはよくありましたが、最近あまりありませんね、そういやね。どうでしょうか、皆さん。メンバーの お顔を見ると、ご存知の、そういう風景をご存知の方も、多いのではないかと思いますが、どうでしょう、何かございますか。わけして台風が来たということで、家の中で
何々に雨を聞くよかなというふうなことで、ございますです。ちょっと雰囲気が違いますかね。これはじゃあ、はい、こんな字なんですけどね、これ読めますか。これたらいです。たらい、たらい、正解はたらいでございます。はい、分けしてたらいに雨を聞くから、ポツンポツンとあのたらいに落ちてくる、雨音を聞いておる、こういうのが芭蕉の分けについての、俳句でございます。では次に行きます。今年はですね、災害といえば今年豪雨が、雨が多かったですよね。俳句では出水だとか言いますけれども、今度はブションです。ブションで。さみだれや、まるまるまる川の恐ろしき、ブション。サミダレっていうのは、サミダレを集めて林もがんだという場所でもありますが、まあ、梅雨の時の大きな雨ですね。それをサミダレと。今、5月ですから、今は6月が梅雨ですけれども、6月から7月ね。これは梅雨の雨だと思ってください。〇〇〇〇川の恐ろしく。漢字が1字で、それにひらがなが3字入って、で、4音です。今年もいっぱい出水ありました。豪雨があって、ついには土石流も発生をしましたけれども、これはどうでしょうか。これもチャットに移しますね。チャット見えてませんよね。あ、いったいった。どうでしょう。ちょっと今日はいつものメンバーは、ヤクさん以外になかなかいないので、あれですが。ヤクさん、これはわかりますか。これもご存知ですか。いや、知りません。はい。なるほど。溢れる川の暴れる、うん、そうね、漢字1字と2音、3音ですから、うん、溢れるだと2音で、あふ、そうか、まあ4音ですけどね、暴れるとも。そうですね。瀬川さんのおっしゃる、うん、暴れる川の恐ろしき、溢れる川の恐ろしき、もちろんそうですね。それもあります。ありますが、武将の言うのはそうではない。大きな川がそのまま氾濫することもありますし、それから大きな川の横っちょの川、こういうのから、溢れてくるということも結構ありますね。だからあまりよく有名な川が溢れるのではなく、
思いがけないところで身近なところとか、知らないところが溢れてくると暴れるということを部長は呼んでいます。だとすればどうでしょう。ああ、OKOK。やっとさん、合ってますか。はい、合ってますが、川に名もなしかが続くようにすると、名もなき川。あ、はいはい。ね、OK です。はい、名もなき川の恐ろしさ。こういうことですね。これは武尊が、読んでおります。では次。次で。もう、この現在のコロナは、もはやこれは災害ですね。私などは災害救助法を適用すれば最初から良かったのにと思いますが、災害救助法を適用しないで感染症の範囲でやるから、なかなか対応が取れていないというふうに思いますが、一般災害としてのコロナも俳句で捉えておきましょう。これはどうでしょう、コロナ禍の8月、〇〇〇の給食。ちょっとね、中七一時字余りなんですよ。4音なんですけど。コロナ禍の8月、〇〇〇の給食。今、学校が始まるか始まらないか、始まってもおかしなことになっているので、なかなかね、給食もちゃんと出せてるのかどうか、よくわかりませんが、給食があるとすれば、こういうことになるのではないでしょうか。まあ、レストランでも、マスクつけて会食しなさいというのがありますけれども、食べるときだけマスク外してね、そしてすぐマスクするというのが、コロナ禍のレストランですが、さあどうでしょう。コロナを読むとすれば、ご意見ございますでしょうか。これはですね、どうもなさそうなんで、いきます。出前弁当。出前ね。出前ね。なるほど。給食、8月の出前の給食。出前の給食もありですね。その方が面白いかもわからないけども。沈黙の給食。これは今の情勢を表して沈黙の給食。出前の方が面白いかもしれないですね。8月出前の給食。これちょっと、こっちの方が面白そうですね。はい。では、ね、次へ行きます。あれ？なんでこれ消えない？これ一旦消えてる。ちょっと待ってくださいね。共有をまず、
どうですか。この共有が消えなくて、なんかスクロールみたいになってますよね。すみません、ちょっと待ってください。共有が消えなくあれ、すいません、どうなっもう出たのか。すいません。非常に、もたもたしまして申し訳ありません。で、次行きます。やっぱり災害で最も恐ろしいのは地震ですよね。で、地震にはいくつかのパターンがあるんですよね。近々で行きますと、関東大震災は地震プラス火事。ね。それから阪神大震災の時は地震の揺れ。ですね、それから東日本大震災では地震の津波ですね。こういうものを、どのように俳句は捉えてきたかということで、まず関東大震災からいきます。関東大震災は、季語になっていますね。震災期という季語になっています。ではこれはどうでしょう。温暖時南部〇〇〇〇〇震災地、松村聡徳さんの句ですけど、全部漢字です。本願寺南無〇〇〇〇、これ五音ですけど漢字二字です。二字ですけど一字の中に四音ですかが、ちっちゃい字が含まれています。これは関東大震災をまさにじわり読んだ句です。どうでしょう。稲垣さん、先ほどは沈黙ってね、黙食出していただきました。ありがとうございます。黙食ありですね。安田さん、なんかこれ出ますか。火事、地震プラス火事。関東大震災のね。
でしょうか。関東大震災、考えてみてください。ボン、燃焼、あ、燃焼ね。はい、いいですね。燃焼ね。それと同じ、あの、このゴーンで小さな丸を入れていただいて、瀬川さん、ありがとうございます。そうです。これです。ほとんど燃焼と同じ意味です。はい。そう、ナム炎症、うん、どうでしょう、これとほとんどナム全焼ね、全焼、うん、全焼、そうそう、そうなんですけど、今の SNS が時々鳴るやつです。 SNS やツイッターが良くなるやつ、燃え上がるやつ、はい、瀬川さん正解です、正解です、はい、炎上です、はい、正解です、皆さんありがとうございました。次いきます。もう一つ、関東大震災いきます。はい。雲を焼けて、丸、たる大火の夜更かし。一時です。漢字一時。雲を焼けて丸、たる大火の夜更かし。これもなかなか強烈な句ですよ。地震プラス、火事の関東大震災を呼んだ句です。一時です。どうでしょうか。ゆかさん、こんにちは、ありがとうございます。どうでしょうか。雲を焼けて、丸たる大火の夜更かし、何が垂れてくるんでしょうか。恐ろしい情景を
呼んでおります。そう、ご意見があればチャットにお願いします。ゆうかさんもよろしくお願いします。どうでしょう、関東大震災、雲を焼けて何が足りるんでしょうか。思いつきませんか。いい、お、ヒータル体感、いいね。ホタル、ホタルってことはないな。どうでしょうね。いいね、ヒータル体感、でも体感だからね、体感の夜だから、ここは被害、火もあり得るかもわからないけども、火ではない。そう、火のような一時です。火を実際に流したかもわからんけども、火をこう、なんていうんですか、防衛しているというか、そういうのかもわからん。どうでしょう。あれと直接的ですけどね。地域って余計難しかった。地域たる、そうですね、うん、はい、西谷さんですか、西谷さん、人気ね、火が足り、そう。はい、はい、はいは、く、くたるね。なるほど。そう。この路線ですけどね、ヤトさんの、くの路線ですけども、もっと、ものです。直接的です。だからむしろ瀬川さんの火が近いというか、そのものとしてはね、ものです。いいところまで来ています。どうでしょう。来ますか。もう一つ、もう一つ、もう一つ、ね、絞り出ますでしょうか。では、いきます。はい。地です。地、真っ赤な地です。燃やけて、来たる大火の夜に出す。地です。次行きます。あれ、押し方を別のところを押したいです。すみません、ちょっと元に戻ります。
うん、出てたのにどっか行っちゃった。ちょっと待ってください。ちょっとどっか行っちゃったんで、もう一回出します。出し直します。ちょっと待ってください。ちょっと。ちょっと。ちょっとここにもう一回出しますね。ごめんなさい。ここに書き込みます。もともとして申し訳ない。この青竹に祈りを込めて、先生的な震災。これは今の首都防災ウィークをやっているところで、竹明かりの今やっています。ちょうどそのことですね。それに引っ掛けて言いますとですね、これがあります。犠牲者の数の丸コール震災地。これはどうでしょう。これは青竹に祈りを込めて震災地、まあよくある。その火のそのずっと灯る光景をこれを呼んでいますが、しかしここのホールとしたところがちょっとこの服部呼吸の工夫ですね。これは普通、現象としては、灯るです。
止まるですけど、止まらないで、こういうとしたところが、この服部俊秀さんの工夫ですね。だとすれば、どうでしょう。一時で。漢字一時一音。これはあるでしょう。あ、そうです。瀬川さん正解。瀬川さんいいです。はい、正解です。ありがとうございます。いきなりの正解で、ね、はい。次は関東大震災から阪神淡路大震災行きます。さっき言いましたように、関東大震災は地震と火事でたくさんの方が亡くなる。阪神淡路大震災は揺れです。6434人の亡くなった方の多くはこの揺れで亡くなり、揺れで、家屋の倒壊、それから家具の下敷き、そういったもので亡くなり、ほとんどがそうです。その詳しい話は、実は9月5日の14時30分から15時に、映像を交えて、お話をすることになっております。阪神淡路大震災の、その状況をですね、まさに友岡司教さんがロンドラジオに当列破砲撃の町○○○○○そうです。これ全然、火事と違いますよね。当列破砲撃の町○○ここに阪神大震災の大きな特徴があります。で、それに1月17日です。冬ですね。阪神大震災は。阪神淡路大震災は冬です。で、ここに冬の季語をボンと取ってきたということですね。冬の季語。漢字二字の冬の季語をこの当列破砲撃の町、まさにこの通り、この町に冬の季語を持ってきました。どうでしょう。動物です。冬の動物です。取り合わせと言いましたよね、入ってるよね。こういう、こういう当列破砲撃の町に取り合わせた動物、冬の動物。動物ございますでしょうか。冬の季語になさあ、意見を伺います。ゆうかさんございますでしょうか。
ふみさん、こんにちは。はい、すみません。ちょっと忘れてました。忘れんといて。いやいや。はい。昨日まで覚えてたんだね。どんなって忘れたの。どんな。はい。東列ハーホーグ歴の町。まるまる冬の季語。おう。ゆうかさん、これは寒ヶ澄。なるほどね。まあ、まあまあ、そうですけどね。まあ、神戸の町ですから、まあ、寒ヶ澄でもいいですけど、もうちょっと実質。霞じゃダメですね。もうちょっとはっきりしない。はい。でも、寒は合っています。合ってます？寒は合っています。いい感しています。感は合っています。ああ、そうですか。そしたらもうすぐ出るでしょう。感のあと3文字。感、感。感。感。感か、寒い感か。まあ、ね、諏訪湖のあたり、長野の地震だったら御柱っていうのもね、霞じゃん、ちょっと、ね。これは神戸ですからね。神の海？はい、神の、あと、産後、産後、動物。でも、五音にならないとね、五音ですね。でも、神で、考え2音でしょ、あと3音だけです。あと3音です。寒椿ね、寒椿ね、寒椿、しかし、寒椿もあると思います。寒椿もあると思いますが、この場合動物です。動物、そう、カンガスミ、カンツバキ、それと同じようにカン、なんやらで、動物。カンガラス？はい、正解。ああ。カンガラス。すいません、どうも。カスミです。カンガラスですね。はい。はい。わかりました。次いきます。これ、ちょっと録音になっていますか、神語。漢字。と知らぬ阪神大震災。阪神大震災。何の知らぬ阪神大震災ですよ。やっぱり。誰が阪神大震災を知らないんですよ。冬の季語ですか。はい、冬の季語です。冬の季語。誰が阪神大震災を知らないんでしょうか。実はここがね、防災を考えるときすっごい大事なことになるんですよね。阪神大震災から25年ですよね。25年だと、もう30歳以下は阪神大震災知らないんですよね。直接の。30歳以下ですよ。日本の人口の半分と言わんけれども、4割ぐらいは阪神大震災をもう知らないんですよね。ああ、なるほど。ええ。恐ろしいことですよね。だから、この、今ここに出てきておられる方々は、全員、まあ、原さんを除いては、阪神大震災って、まあね、遠くのおられた方も私のように、震度7を実際体験した人間も含めて、阪神・淡路大震災といえば、あるイメージがあると思うんですけど、そのイメージがない人は30歳以下はもうイメージがないと。あ、これは防災を考えるというと、すごい問題なんですよね。東日本大震災だってもう10年経ちましたから、中学生以下は知らないんですよ。まあ
実際というと本当は小学校4、5年でしょうけども、小さい時は知らないから、もう中学生以下は東日本大震災が直接知らないわけです。その人たちと一緒に防災をやらないといけないということになったという、これね、面白い俳句なんですよ。これわかります？誰が知らない？未成年。なるほど。うん、ちょっと言い方を変えれば、未成年はあんまり記号的じゃないですよね。うん、未成年。先生、記号ですね。まあ、記号に なってるような、なってないようななんですけど。あらま。だって、阪神大震災が記号じゃないの？この前、この前は違うと思う。阪神大震災は今季語になるかならんかというところで、いろいろ問題のあるところですよね。阪神期とかいうふうな、言い方をする俳句もこの頃だいぶ出てきてますけどね。しかし阪神タイガースのファンからは、ダメだって言われてるらしいんですけども、はい、これ大事なことです。相手は出ませんか？未成年、未成年と同じようなことなんですけど。未成人。あ、成人の子ね。うん、成人の子をどう言うんですか？成人の。成人の、ま、そう。松本さん、成人の子で内容は正しいんです。うん、内容は正しい。成人の子、成人の子、まあ、録音なんですけど、成人の子を何と言いますか？新成人。はい、正解。新成人。ああ、新成人。新成人。新成人。新成人の知らぬ阪神大震災。新成人、つまり今の新成人、二十歳になっても、もう今や阪神大震災は知らない。あ、新成人、これはね、本当にね、大事なことなんです、うん。阪神大震災のことを語ろうと思えば、一からどんなことであったかをきっちり説明しないと、相手はイメージがないということなんですね。このイメージがないということは、この防災にとってとても大事なことなんですよ。そのことをちょっと考えてみてください。で、次行きます。次はいよいよ東日本大震災です。東日本大震災というと、さっきの、東烈砲とかいう、あの、阪神大震災とは違ってですね、ふくれはい、めくれさらえり、まる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 。うん、津波やな。高野部長。津波。ふくれはい、めくれさらえり、さすがですよね、高野さん、部長さんは。さっきの東烈砲という、あの、阪神大震災と同じようなことを、こちらはこう言っています。これは何を言ってるんですか？津波。はい。清風さん、いきなり、あ、八丁さんもいきなり正解です。うん、大津波です。大津波。八丁さん、清風さん、正解です。ふくれはい、めくれさらえり、大津波。もう一つ、駒内市、丸々を残し、村ほろ。駒内市、丸々を残し、村ほろ。タッカーさん。漢字、まあ、漢字1字とひらがな2字ですけど、
ひらがな三字でもあり得ると思いますよ。おお、思い出の。なるほどね、思い出ね。なるほど、いいと思いますね。うん、思い出を、うん、そうなんだけど、もっと現実的です。僕はこれなんです。もうまさにすさまじいなと、そうだなというふうに思いました。あ、ちょっと待って。開けます。どうでしょう。確かにね、写真なんかも全部なくなってね。ああ。駒内市写真を残す村法というのもあるかもわからんけども、写真も全部なくなったんですよね。これは何でしょう、何が残った、大津波で全部かさらえたとき、何が残りますか。これ結構、前には駒を売ったところなんです。津波の来なかったときは駒を売ったんです。これあっさりした俳句なんですけど、ね、なかなかね、ちょっと、うん、思いますね。うん、どうですか。どうでしょう。どこだな。さ、これやっぱりあの膨れ肺めくれさらえりという大津波のと同じような側面を読んでるんですよね。これ私はこっちの方が俳句としてはですね、すごい近日感がありました、ね、ズキーンときました、ね、駒を売ったんです。何を残してもらおう。あれが駒を打った場所です。また、あれ叩きですか。え、叩き、何叩き、こう、あの平らな、叩きね、もう、そうじゃない、まあ、同じようなことですけど、もっと大きい、場所としては大きい、まあ、叩きと同じことですけどね、もうちょっと面積大きい玄関ね、叩き玄関、うん、玄関残して村を滅んだ。いや、玄関というか叩きね、玄関の下の石畳、そう、うん、石畳だと三音にならん。石畳、同じことですけど、うん、もう大変時間が来た。これは地べたです。地べた。地べたね。地べたね。地べた。時間がそろそろ迫ってきたので、大急ぎで最後まで行きます。はい。はい。これ、黒田桃子さん。地震津波、まるまるまる原子炉終戦日。漢字知事。これ恐ろしいよ。これ出ますかね。これはこの一字によってこの恐ろしさがドーンときます。これちょっと出にくいかも。うん、出ますか。何かアイデアありますか。
これはね、これはこれです。袋。袋。袋。うん。地震津波袋原子炉終戦日、うん。ちょっと恐ろしい感じですよ。もう一ついきます。宮底の眠りの底に散る丸丸丸。これは万葉集の海いかば水記憶屍山いかば草むす屍とかね。波の底にも都の騒動度という、これらの句を踏まえて黒田桃子さんがやってる句です。あれ、いやいや。無理に届く。散るか。皆そこに散る。散る何？これ簡単ですよ。もうあるの聞いてる。うん、桜ね。桜正解。うん、桜正解です、うん。これは黒田桃子さんの肉、うん。最後に、やっぱり被爆ありますよね。通った、金子通ったの。被爆の人や牛や夏のただ歩くこと、やっぱりこれも東日本大震災の一つの側面を忘れない。そしてまあこの1週間もみんなで防災を言ってますけどね、コロナにしても安全安心というのはよく言われますが、口先だけの用意周到、心斎機、口先だけの安心安心安全というのが世に横行しておりますので、それはやめたいというふうに島崎優作さんも考えたんでしょう、そういうのが、ございますということで、今日の防災穴あき俳句で考えるというのを おしまいにしたいと思いますが、皆さん、ありがとうございました。何か最後に、一言ございますか。八戸さんいかがですか。あの黒田恭子さんの終戦日が気に食わない、敗戦日にしてもらいたい。なるほどなるほどなるほど、敗戦日の方がいいね。お会いしたら言いますがなかなかお会いするけどこのところございませんが、はい、皆さんありがとうございました、じゃあみんなで口先だけの良い周到ではない防災を考えていきたいと思います。ゆうかちゃんもありがとうございました。どうもお世話になりました。はい。